はい、こんにちは。今日も断捨離生活で人生好転のエツコです。今日もご視聴いただきありがとうございます。はい、ということで今日は私の自己紹介をねしていきたいと思います。まあ今更なんやねんって話になるかもしれないんですけれども、まあ改めまして私はエツコと言います。よろしくお願いいたします。と、私のまあ実績としましては、私はこのコーチングという仕事を始めて、もう今まで過去に200セッション以上の方とお話直接させていただいて、まあ、その方の人生好転に向けての私が思うアドバイスっていうのをまあさせていただいてきたってことなんですよね。で、まあ、このまあセッションの回数っていうのはもう本当にもう日に日にどんどん多くなってきて、もう私もすごいありがたいなと思ってるんですよ。私のまあ実際のクライアントさんの実例としましては、私がコーチングをさせていただいてからなんと3ヶ月でその方の会社の売り上げが、ね、10倍になったっていうのがあるんですよね。でもこれは私も本当素晴らしいなと思ってて、まあ、それくらい私がこうまあお伝えしている内容をまあちゃんとやっていただいたら本当にそうなったっていう実績があったので、まあ、これ私もすごい感動してるんですよね。で、まあ私自身も本当にそういった自分の月収だったりとか、まあ、今は会社をやってるんでね、その月商っていうのがどんどん右肩上がりで増えていくっていうことが起きているってことなんですよね。で、そしてまあ内面的な豊かさももちろん手に入れていくので、人生っていうのは内面と外面、まあ、どちらも豊かになるのが大事だと思ってるので、まあ、どちらにもアプローチして内面的にも物質的にも豊かになるというコーチングをお伝えしていっています。そして私のチャンネルでは何をお伝えしているかと言いますと、基本的には物を手放して人生を好転させていくということなんですよね。で、物を手放すことと人生好転がね、まあ、どう関係あるかっていうことを結構動画ではいろんな角度からお話をさせていただいてるんですね。で、一番の、まあ、目標というか一番の伝えたいことは、ご自身が理想の状態、まあ、夢実現って言ってもいいんですけれども、この状態に行ってもらうための情報というのをお伝えさせていただいてます。それに対してこの断捨離捨て活をするっていうのが本当にねパワフルで強力な、まあ、武器になるんですよね。ということで私は断捨離捨て活の内容もお話ししますし、この夢実現に対しての内容、そしてこのやっぱ内面的な豊かさっていうのがすっごく大事なので、引き寄せの法則や潜在意識、あとは脳科学というね、まあ、こういったいろんな多面的な角度から人生を良くしていくためにはどうしたらいいかという情報をお伝えしています。そして私がなぜこのチャンネルを作ったかってところなんですけれども、まあ私自身がなんか順風満帆な人生じゃなかったんですよね。普通に大学卒業して、まあ、ミュージシャンになろうと思ったので、まあ、アメリカに留学するわけですよね。で、まあ、留学して帰ってきて、まあ、そこからミュージシャンを目指そうというふうに思うんですけれども、まあ、なかなかそうはいかなかったわけなんですよね。ということでそれはそれで諦めて、まあ、他のビジネスをやったり、そして内面的なことを学びたいということで、まあ、スピリチュアル、引き寄せの法則、潜在意識っていうね、こういうものをねたくさん勉強したんですよ、うん、だけど結局自分が思ってた結果っていうのが全然得られなくって、なんかもうずっと挫折してるみたいな人生だったんですよね、うん、挫折してるというかモヤモヤしてるっていう感じですかね、うん、なんか不満はないけど満足してないっていう状態がずっともう何年も何年も続いたんですね。でも結局ずっと低迷してるということで、もうこのモヤモヤがどんどん増えるわけですよね。で結局自分らしく生きれてなくて、自分の言いたいことが言えなかったりとか、自分のやりたいことができなかったりとかってするわけじゃないですか。それがまあ本当に嫌になったっていうことがあったので、2021年に私がまあコーチングを受けるっていうことをしたわけなんですね。で、まあ、師匠にまあコーチングをしてもらったことで2、3ヶ月っていうので自分の内面がまず変化して、それによって結果的に物質的なところですよね、まあ、経済的なことだったり身体的なことだったりとか、まあ、そういうことがどんどん変化していって、今は自分の夢に向かっても爆心中ということになります。まあ、そういった自分のいろんな経験があって、20何年ね自分なりに努力して結局全然変わらなかったっていう経緯があるんですね。だけど自分自身がしっかりとそのマインドが分かって、こうやって潜在意識って使うんだとか、引き寄せの法則の本当の意味が分かったり、お金に対するマインドや人間
関係、こういったものが全てクリアになったことで本当に自分自身が変わったので、このねモヤモヤしてる、ね、方もたくさん、ね、いるんじゃないかなということで、私はこのチャンネルを作らせていただきました。皆さんの本当にちょっとでももう前向きに生きれて楽しく生きれる、まあ、これが結局いい人生なわけじゃないですか。でそしてさらにはやっぱり理想の状態、こんなの叶うわけないよねって思ってた夢願望っていうのをご自身の人生の中で、まあ、どんどん体験していただきたいという思いでこのチャンネルを作らせてもらいました。私が話していく話って誰でもできる内容なんですね。だけど誰でもできることをしっかりと一つずつやっていくことで本当にご自身のね、あの人生肯定になっていくと思ってますのでね、皆さんの中でいやもっと人生良くしたいなと思ってらっしゃる方はぜひ私の動画で見てみてください。また皆さんとお会いする機会たくさんあると思うんですけれども、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。 See you!